1年分が贈呈されます。前節の栃木戦終わった後にゴメス君に、お前あのヘディング髪の毛短すぎて入んねんじゃねえのって言われたので、今日は切らないできたらゴールできました。シーズン終盤になって、本当にここから一戦一戦より重要さっていうのは増してくると思うんですけど、まあ、そこで、まあ、僕が結果を残せば